はい、FM ルイシンド DJ のルイシンです。今日はバレンタインの思い出についてお話ししたいと思います。今年もね、バレンタインやってきましたよね、2月14日。でも、今日はね、17日なので、もうあれですよ。バレンタインも3日過ぎてますよ。で、今年のバレンタイン僕どうだったかっていうとね、久しぶりってことはないけど、どうなんだろう。ちょっと、記憶が定かじゃないんですけど、結論から言うと今年誰からもチョコとか、クッキーとか、それに、付随するようなものは何にももらえなかったです。何にももらえなかったですね。で、まあなんか、まあ結構こういう人多いのかもしれないんですけど、僕はね、バレンタインっていうイベントが苦手なんですよね。このイベントが。そう、なんだろう。楽しんでやっちゃえばいいじゃんって思う人はいいんでしょうね。いいんだろうけれども、僕なんかね、なんかその日ね、誰ともね、会う用事作りたくなくなっちゃうわけですよ。わかるかな、この気持ち。これ、中学校とかね、高校生ならまた話が別なんですけど、なんで話が別かっていうと、まあ、会社勤めの人もそうか。会社勤めの人なんかもそうなんですけど、だいたい毎日同じ場所に行くようなパターンの生活してた場合、そのバレンタインの日に関しては、もう、しょうがないじゃないですか。そこの行かなきゃいけない場所に行くっていうのがしょうがないじゃないですか。それに対して、今もうね、学校も卒業して社会人になってっていうの中で、あえて、この14日に人と会うっていう用事をね、作りたくないわけですよ。そうするとね、なんとなくこのチョコもらえるのかな、もらえないのかなってことを意識してしまうのが嫌なんですよ。結局は。で、仮にもらえなかったとしても、それにがっかりするのも嫌だし、もらえたとしても、なんかまた考えちゃうわけですよ。あ、お返しどうしようかなとかね。だからなんかそこのね、なんか気持ちのとこで疲れちゃうんでしょうね。だからね、僕はちょっとね、なんか苦手ですね。逆に僕が今彼女がいて、とか結婚してっていうような状況だったら逆にすごい気持ち的に言うと楽です。すごい楽だね。その日の、一日のスケジュールだったり、誰と会うとかね、そういうことを全然考えなくて済みますからね、その場合は。まあ、今日はそんな長い話じゃないですけど、まあ、バレンタインは僕はちょっと苦手って話でした。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方お願いいたします。